の記憶はね、川添翔ちゃんが、キャンティシモのあったところに事務所を持ってたんだよね。いや、僕はアルファレコードに参加したから後だよ、いや、で OIM もね、個人の事務所もあっは。たよね。ああっったでしょ？た。だってそそのこに細野が来て、YMO をこういう構想でこうやって作ってこうするんだああするんだってものすごい情熱的に話をしてるのを聞いて、僕はもう任せるからやってくれと。で、てっきり僕が思ったのは、細野君はニューミュージックのセッションミュージシャンでは親分だったから、イエローマジックオーケストラっての聞いた時に、そういう優秀なミュージシャンたちをガバッと集めて多人数で何かやるのかなと思ってたわけ。それで村井さんから僕に電話かかってきて、「翔ちゃん、ちょっとなんか変な声なんだよ、困ってたような声でちょっと聞いてくんない？」みたいな感じでね、言ったわけ。で、何かと思って言ったらさ、細野君に任せて作ってもらったアルバムができたんだけどさ、ちょっと聴いてくんない？って言ってかけたわけ。そしたら出てきた音がピブブブ、まだ完成してないやつね。もうできてたんだでよ。きてたの？ そしたらもっと音楽になってんだ いやいね。や、頭のとこはずっとさ電子ああ、音そっばっかりなんで変なんか。だ、ピッピッって言ってんだよ。そこから途中から昼食なの。何だったっけ、あの曲忘れたけど、和訳楽か。で、これどうするっていうわけよ。そんなこと言われたって俺知らない、君が預けて作らせたんだろうって話になって、で、なんかイニシャルが細野君の名前でね、2、3000枚あったらしいの。でも案の定全然売れないわけ、全く。そりゃそうだよね、誰も聞いたことない音楽なんだから。で、細野君はネーミングの名人で、テクノポップっていう名前は後になって付けたんだけどね、全然売れないまんまもう半年ぐらい過ぎたんだよね。そうしたらその頃フュージョンジャズっていうのがね、アメリカで流行り始めて、で、村井さんが連れてきた A&M っていうレベルでフュージョンの優れたミュージシャンたちがいて、じゃあ一緒にやろうっていうんでフュージョンフェスティバルっていうのをでっち上げてね、確か紀伊国屋ホールか。月の雪にはほで、やることになったわけ。で、その時にトミー・リー・ピューマっていう、この人はすごい優れたプロデューサーなんだけど、マイケル・フランクスとかね、ジョージ・メンソンなんかのプロデューサーなんだけど、その人は A&M でプロデュースを始めていて、ホライズンっていうレーベルでね、レコードを作ってて、その中のアーティストでニール・ラーセンっていうキーボードプレイヤーがいて、よく覚えてるね。覚えてるだろうね、名前どんどん出てくるのか、任しといてよ。それで、でニール・ラーセンを連れて日本に来るっていうことになったっけ。それでちょうどいいやっていうんで、その紀伊国屋ホールのフュージョンフェスティバルの中にニール・ラーセンも出演することになって、それでなんかともかく YMO もその中に苦し紛れに入れちゃったわけ、そのフュージョンの中に。それで YMO のライブがあってね、見に行こうっていうんで、そのトミー・リピューマーがね、と一緒に行くことになって、で、その時僕がさ、彼がその頃宿泊してたホテルオークラにシャンパン持って行ってさ、しこたま飲ませて半分酩酊状態で紀伊国屋ホール行ったのよ。それでその時 YMO の演奏聞いたら、なんかトミーがいきなり乗り出してさ、こいつはいいやと、これアメリカで出したいんだよねって口走ったわけ。で、僕が村井さんに連絡取ってて言ってるよって言ったらさ、そいつはいいね、これが打開策の一つかもしれないみたいなことになって、それで村井さんが多分ね、抜け目なくね、A&M の副社長のジェリー・モスと一緒に電話して会ね、長。会長か、会長に電話して、それで、トミーが言ってるから、ちゃんと出してよって言ったら、まあその頃 A&M と契約した中で我々ヒットをいっぱい出してたの、 A&M のレコード。その前のキングレコードではカーペンターズぐらいしか売れなかったんだけど、その頃は会長のハーバー・アルパートのアルバムを売っちゃったりなんか、いろ
売ったんで、まあ、向こうも義理感じて出すよっていう話になったね。それがね、いきさつで向こうで出ることになったんだけど、あのトミー・リプーマはね、アメリカに帰って妙な約束しちゃったけど困ったなっつって頭抱えてたわけ。まあ余裕の冷め果てて聞いたらさ、どうしたらいいか分かんないわけよ。まあそりゃそうだね、日本だってどのジャンルにも入らないような音楽で、向こうでもどうしようかと思ってたところに、あの彼のオフィスでそれをかけてたらしいの。そうしたらチューブスっていう向こうですごい売れてるバンドのグリークシアターの野外コンサートがあるっていうことになって、でそのチューブスのマネージャーがトミーのオフィスに来て、 YMO の音楽かかってたので、これなんだって言ったら日本のバンドでシカジカっていうことになって、これ面白いからこれチューブスの8月のコンサート のグリークシアターのライブのね、あのゲストミュージシャンで、まあ最初はね前座っていうことだったんだけどさ、あとで我々は交渉してスペシャルゲストフロムジャパンって言わなきゃダメよって言ってそうにしたんだけど、これ出したいって言ってきて、でトミーからアルファに連絡が来たんだね、うんうんうん、多分俺の記憶では、うんうん、それで村井さんがねどうするっていう話になって、もう向こうに連れて行っちゃうっていう、でも金は向こうが全部払いって言って、絶対金かかるぜって言って、まあしょうがないね、だから細野君を売るにはもうこれしかないんじゃないかっていうことで、まあ経営者としては大決断だよね、かなりお金かかったと思うんだけど、行っちゃえって言うんで出かけちゃったわけ。一応間違ってたら後で先生したよね、うん、いやあの藪の中からだっけ、芥川龍之介の話、 YMO が起こったことに関してこっちから見てる人とこっちから見てる、あっちから見てる人と全部違うから、あの今の翔ちゃんのが僕の記憶に出ない。僕のバージョンは A&M と契約をするときにエイブ・ソマーという弁護士に頼んで、総合契約にしたいと、あの僕たちは一生懸命A&M のレコードを日本で売るから、あなたたちは我々のアルファレコードのものを売ってくれと、ということを契約書に入れたと。もう一つ入れたのは、うちの駐在員を常駐させてくれと、与田君 A&M にね。そうするとその毎週木曜日にマーケティングミーティングがあって、そこで制作宣伝のマーケティングの人たちが一堂に集まっていろんな会議をして、生情報がこっちは取れるわけですよ。どこで何が何枚売れてるとか、どういう傾向にあるとか。それでその会場でもって、あのそのところは片田だったと思うけども、うん、向こうに行ってたね、向こうに行ってて YM をかけたわけ。与田君もいたよ向こうに。与田もいた、うん、どっちだったか分かんないけどかけたんだって、そのマーケティングミーティング でその時におじさんたちの偉い人たちはなんだかよく分かんないんだけど、若手のねマーケティングの人たちは面白いじゃないかって言い出したっていうのが、うん、向こうでリリースされるきっかけになったっていう、 そっち片側ではそういうことが起きた、片側ではトミー・リピューマがかけてたらチューブスのマネージャーが聞いて、これ面白いからっていうふうになったと、うん、っていうのが両方あったんだ。両方あったわけ、うん、で A&M としては会そのなんていうのかしら、一番トップはあの日本のものを売ることにコミットしてるわけだから、当然できる支援はしますよと、全部しますよということだよね。ただバンドアメリカまで連れてってさそこまでお金出すのはできないっていうから、それじゃあ俺が出そう。よく決断したねあれすげえ金かかったと思うよ。軽くだってマスメディアの人たち10社ぐらい行ったんだよ。そうだね、大体専門誌でしかも、うん、日本のその前2回ぐらい行きました。先回あいつはあれに2、3回かかってるんじゃないかな。軽くかかってると思うよ、うん、軽くかかってる。でだから本当にアメリカのショービジネスの現場を知ってるもう数少ない日本人なわけですね。でこういう人がいて細野みたいな、細野坂本隆と才能があって、たまたま僕みたいなあの3億円バンって貼っちゃう人がいていろんなことが重なってあの
YMO が当たったんだけども、僕が今日は翔ちゃんに聞きたかったのはね、そのあのグリークシアターで最初に当たったでしょう、うん、そのあいだけのこう当たりを取るときにどんな現場の努力があったのかっていうのを知らないから聞きたいんで。YMO の連中にはね、うん、あの40分のセッションだから、うん、怒涛のごとく曲つなぎでやっちゃえと、うん、途中でね、うん、ニコニコ笑ったりお辞儀したり手振ったりする必要なし、うんうん、それから幸宏と相談して制服作っちゃって、うん、あのアメリカ人が日本人のことを持ってるこうイメージってあるじゃないですか、うん、制服を着てて真面目な顔して無口だとかって、うんうん、それを全部逆転にとって、うん、あの日本人のアイデンティティとして逆に出しちゃった方がいいっていう話をして、うんうん、そしたらみんなそれは楽でいいですねっていう話になって、うんうんうん、それでバーンと演奏が始まったの、うんうん、そしたらねいきなりね最初の曲からスタンディングオベーションになっちゃったわけ、うん、1曲目から1曲目からバーッともう立ち上がって、聴いてる人はもうもう酩酊状態だから酩酊だけどでも好きだったんだ好きだったもう、うん、バカウケ、うん、そうでこれはいいやって言うんで、うん、ダーッと堂々ごとくそれこそ40分演奏して、うん、最後だけみんな前に集まって手を振ったりなんかしたけど、うんうん、それが以外はもうニコリともしないで全部やっちゃったわけ、うんうんうん、でそれが良かったんだろうねきっと、うん、日本人だと思ったんじゃない、うん、それからちょうどほらその頃日本はコンピューター技術が世界的に有名で、うんうん、それでコンピューターを駆使してやってるバンドだっていうから、うん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 、まあ、現代日本のね、うん、あのアイデンティティを全部持ってる個性のある音楽集団だっていうことで、うんうんうん、ともかくバカ受けで受けちゃったわけよ、うんうん、でその時にその会場に日本からほら国が手配した日本の専門誌のライダーたちがいたじゃない、うんうん、でみんな来てたんだけど、うんうん、あの最初は彼らはねアバルパートじゃないですカーペンターじゃないのあのインタビューを取ってあげるからっていうことで触れ込みで来たけど、うんうんうん、会場に来たらほら日の丸頑張れみたいな気分になるじゃん。ああそういうのもあるんだそれで受けちゃったもんだからすごい騒ぎでこう、うん、日本に向かって発信したわけよ、うん、でこれはいいやってんでちょうど2日目と3日目のにビデオクルー入れて、あれ1日だけじゃなくて何日もやってたの？3日間。3日間やったの、うん、あそれは知らなかったで2日の3日目をビデオクルーで受けてる様子を全部撮影して、うん、誰だったっけな後藤だか帯だかよく教えたけど、うん、日本に行って国が手配したんじゃないの NHK の9時のニュースか7時のニュースに、あそれは僕がやった、うん、そうでしょうね、うん、だけどその撮るのは僕が管理をしてないからそれが翔ちゃんが手配したの、そのアメリカ人のクルーを雇ったの、雇って、うん、撮影してすぐうちのプロモーターに行ってともかく日本に持ってこいって、うん、それで国のアイデアで NHK に乗ったら、うん、視聴率 22% ぐらいかなその当時、うん、でだいたい憂鬱な話が多いじゃない、うんうんそうだね、9時のニュースとか7時のニュースとかっていうのは、うん、それが日本のバンドが大活躍っていうのをちゃんとして映像で見せられたから、うん、それ一発で火がついちゃったの、うん、すごいのよ、ともかく、うん、一晩でスターができちゃったっていう感じで、本当だね、でもそういうのいくつもやってない僕ら、そうだねルネシマールとかさ、そのちょっとワールドツアーっていうのどういうふうに始まったのか教えてよ。いや、ワールドツアー何グリークシアターで帰ってくるバカ受けした、うん、それでもう帰ってきたらもうすごい売れてました、うん、ね、うん、それで勢い勝って来年はワールドツアーやろうってあなたが言い出したんじゃないの？いや言い出したけど、そのど最初にどこでやったの？僕は見てるのはね、ロンドンとパリは見てるな。最初ロンドンに行ったの。それじゃあワールドツアー、2回目のツアー、最初ロンドンのハマースミスオーディオンでやったの。ああ、でっかいところでやったんだ、うんうん。ビートルズが確かに最初デビューしたとかいうとこですよ。うんうんうん、で、その時に、YMO はもうすでに世界中でレコードがリリースされてて、うん、覚えてる？ニューウェーブっていうのが流行り始めたの。そうだね、ニューウェーブのロック、うん、それでハマースミスオーディオンにニューウェーブロックのアーティストがみんなドッと来たのよ。ああ、
そうか、うん、でその層に受けたんだ。楽屋がもうこんな騒ぎやったもん、うんうん、あの変なメイクアップした連中が一緒に来てて、うんうんうん、ジャパンなんていうグループもあったね、そういえば。あと、ポリス、ポリス、うん、とかああいうのがロンドンでは流行った。そうだね、うん、その時代縦になって踊るやつでしょ。そうそう、なんか知らないけど飛び上がるやつ、うんうん、